攻撃機は地上や洋上の目標の攻撃を主任務とする航空機である。主要搭載兵装は空対地、空対艦ミサイル、精密誘導爆弾、通常爆弾、ロケット弾で多くの攻撃機が任務や目標に応じて搭載兵装を変更できる多様と性を有している。似た軍用機として 爆撃機があり、より多くの爆弾類を搭載し強力な破壊力を持たせた航空機は爆撃機として分類される。進化が進み、トーネード IDS が9トン以上、FA-18C は7トン以上の爆弾類を搭載でき、第二次世界大戦の爆撃機並みの搭載量だが、純粋な爆撃機も進化が進み B-52、H は27トン。 B-1B は34トン、ステルス性を優先し、搭載量を若干犠牲にした B-2A でも22トンと、従来より飛躍的に増加している。航空機のジェット化が進み、レーダー、電子技術、ミサイルなどの兵装の発達で、従来の機種は整理され、特に戦闘機は空戦を専門とするタイプと大量の、兵装を装備できる戦闘攻撃機タイプが主流になり、 兵装の交換により、対空、対地、対艦といった幅広い任務に対応するマルチロール機へと進化していった。攻撃機はマルチロール化した戦闘機に集約されて機種が減る一方、練習機などと基本設計が兼用の系攻撃機も広く使われる。航空自衛隊では、攻撃という表現が避けられ、支援戦闘機と呼ばれていたが、 マルチロール機の発展で、通常の戦闘機に役割を統合され消滅した。アメリカ合衆国イギリス大日本帝国、ドイツ国ソビエト連邦アメリカ合衆国イギリス、イギリス、イタリア、西ドイツイギリス、フランスイタリアイタリア、ブラジルソビエト連邦ロシア中国日本フランスフランス、西ドイツユーゴスラビア、ルーマニア朝鮮戦争からベトナム戦争まで、 使用された A-1 近接航空支援に特化した A-10。ありがとうございます。